とご飯のご機嫌どうでしょう。イエーイ、皆さんこんにちは。深靴とご飯です。また名乗っちゃった。なんかどうしても名乗りたくなっちゃうんですよね。わかりませんこの気持ち。うん、わかんない。おや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 ということでね、はい、始まりましたけれども、ここはどこかと言いますとですね、ごはんさんのご自宅です。さあ今日はですね、ごはんさんのご自宅から、収録でお送りしております。はいはい。ね、あったかい。ちょっと暑いね。うん、ちょっと暑いですね。うん、ヒートテック着て、これ着て、ジャージ着てる。ごはんさんどうですか？うん、うちも同じようなものを、ね、おそろです。はい。今更おそろとか今更です。おそろですよ本当に。なんかいいな本当に。はい。ということでね、はい、いや寒いですね。めちゃめちゃ寒い。なんかね、だって先週なんかは雪降るかもなんて関東地方も言われてましたけれども、うん、ね、結局雪降ったのかしら。なんでこんな笑ってるんだろう。そう、なんか先週の収録、なんか普段そんなにこうなんか自分の動画を見返すみたいのをあんまりしてなくて、で先週ちょっと時間があったので改めてしっかり見返してみたんですよ動画を。はい、だからなんか私同じこと何回も言ってるなと思って思っちゃってました。なんかそのふざけてる時に同じワードを何回も出すんですよ。のくせになんか自分のキーワードのレッチポジ言わないなみたいな。はい。先週特にずっとこれやってたよ。これずっとやってましたよね。なんか私気に入ったものをずっとやる癖があるなっていう。ずっとね。ただ単に何のあれもなく手がずっとこうなの。それに付き合ってくれるごはんさん本当に優しいなって。全部知らない。付き合ってると思ってる私も私ですけど、付き合ってもらってると思っている私も含めて、いやー、クゴ派だなって思いました。やっと気づいてくれた。はい、気づきました。まあね、それが私たちです。はい。寒いですね。うん、今あったかいです。今あったかいけど、最近寒いですよね。寒いですよ。本当に道中今日も寒かったです。この前、昨日コートをね買い足しました。裏起毛のモコモコのやつを。結構ねあったかいです。なんかここだけ裏起毛のモコモコで、でここは普通のねみたいな感じなんですけど、なんかそれ買った後に気づいて、なんかこう腕寒くないって思ったんですよ。買ったはいいけど、なんか今日着てきたら全然あったかかったから、なんかここだけあとなんで笑うの？ね、なんで笑うの？ね、なんで笑うんですか？よかったね、結局あったかかったっていう話。あ、そうです、そうです。暖かさをお届けしようと思って。だからなんか、ベストとかでも、なんか、やっぱ防寒になるんだなって、なんか結構、その、売ってるじゃないですか。結構、冬になると、ベストのモコモコのやつとか、売ってる。ユニクロとかでもいっぱいあるじゃないですか。あれって結局腕寒くないって私ずっと思ってて。でも、なんか今回ここだけ裏起毛のコート着て、あ、高いってなったから、なんかここだけのベストも意味があるんだなって思って発見です。ごはんさんベスト着ますか？ベスト着るよ。なんで笑ってる？おかしいよ私。失礼しました。私おかしい。何の話をしてるんだ。すごく、いや、いいんだよ。普通の話してますよ、そりゃ。そんな日常にね、日常茶飯事でいろんな事件私も起こさないですよ。あったのかもしれないけど、寝たら忘れるんです、私は一晩で。ね、多分あるんですよ。ごはんさんと常に行動を共にしてたら、私多分いろいろ事件を起こしてるんです。だろうなと思うんですけど、覚えててくれる人がねそばにいたらちょっと残念ながら。日記とか書いたらいいんじゃないですか？あ、日記か、日記いいですね。日記書こうかな。なんか前までは、なんかちっちゃい頃1ヶ月日記っていうの書いてて、うん、なんか1ヶ月に起きたことをまとめて、こうそれ日記じゃん。日記なの？あ、日記じゃないよ、月記だわ、それ。月、木で月記ですね。確かに。月記書いてたんですよ。うん、1ヶ月月。なんか、だけど、なんか、それさえも続かなくなり。結構2年間ぐらい。月1でも？月1でも続かなくなり。やめちゃった。でも日記ですね。うん。書くことは好きなんですよ。なんかこう、字を書くことは好きなんですけど、忘れちゃう。だから日々の出来事を忘れちゃうように、日記をつけることを忘れちゃうんですよ、私は。それはどうしたらいいでしょう。なんか前ごはんさんあれしてませんでした？なんか、インスタの、なんか、公開しないバージョン。自分だけの。やってた。ありますよね。うん、あれ日記っぽく使ってませんでした？そう。ですよね。日記つけようと思ったんだけど、あれは1週間ぐらいで終わっちゃう。それやっぱ忘れるからじゃないですか。やっぱり写真を撮らなきゃって、あれは写真プラス文章だったから、写真ありきか。写真いちいち撮らないからね。確かにね、撮らないですね。特にここ1年ちょっとは全然、私多分携帯のアルバムは悪語派しかない。悪語派の必要なデータとかサムネしかない。あんまりお出かけもしなかったからね。そうなんですよね。なんかごはんさんともね、旅行行きたいね、デートしたいねって言ってたんですけどね。江ノ島行きましょうね。いろいろ乗り越えたら。うん、行こう。江ノ島、まだ気変わってないですか？そしたら、江ノ島でじゃあ日記帳買ってあげる。だから忘れちゃうから。ね、今の話もどんどんそれていくから。いや、そうですね。本当に日記どう書いたらいいって話がさ、江ノ島行っちゃったからびっくりした。なんとか引き戻したんだけど。本当ですね。こうやってバランスを保ってもらってるという、はい、感じですね。はい、じゃあね、記録を頑張ってつけようか、お互いに。はい、ここで話すことが何にもなくなっちゃって。そう、ネタ探しですよ。ネタ探しを大事しましょう。ネタ帳ですね、日記帳っていうよりもね。面白いことあったら書くと。そうしましょう。はい、今年の落語派は日記をつけます。はい、ということで、じゃあということで本日もよろしくお願いします。落語派。教えて、あくあくさん。イエーイ。あら、あくあくさんとごはんちゃんがいないですね。もう始まったんですけどね。あ、そうだ、私ちょっと今日あくあくさんから電話って。そうなんですよ、電話って。なんか今日の収録来れないから、なんかちょっとごはんさんとあくちゃんで頑張ってやってって。そう、あくちゃんでなんて言いましたよ。危ないって言いましたよ。危ないって何ですか？何ですか？ YouTube を。そう、2人でやってって言われたんですよ。ごはんちゃんも来れないらしくて。あ、そうなんだ。そう、で、ちょっと応接使ってるので、ちょっとやってみようと思います、この2人で。大丈夫？大丈夫かな？ちょっとわかんない。いろいろ教えてもらったんですけど、昨日、電話であくあくさんから。これとこれとこれを用意してちょっとやってみてねって、大丈夫、あくちゃんでもできるよってメールいただいたので、じゃあやっていこうと思います。はい。今日はですね、ちょっとね、実験を含んだなんか工作みたいのをやろうと思ってます。はい、その名も柔らかいぷにょボールプチ研究。なんかぷにょぷにょのボールを作っていきますね。こう、ニューってやる、なんかお祭りとかやるやつ、ニューってやると、なんかこう中の色が浮き出る。まあ作ってみましょう。それがね、百聞は一見にしかず。でれん。ということで、じゃあごはんちゃん、私作り方読むからやってみて。それやるの？そしかごはちゃんって言っちゃった。今日お休みだから、ね。そう、ごはちゃんいないからね、ごはちゃん。会いたかったのわかるけどね。会いたくて言っちゃった。じゃあまず会いたくて触れてる？会いたくて会いたくて増える。よし。ペットボトルに吸水ビーズを入れます。吸水ビーズというのは、そうペットボトルはこれ。吸水ビーズはこれです。急に謎の素材が出てきたね。吸水ビーズってね。なんかね、これこのキットないと真似できない。真似できないです。真似できないです。今日ばかりはちょっと特別な実験です。特殊なやつ。特殊です。特殊なやつです。でも100均でね、売ってたりするしなかったりするかもしれない。ごはんさんちの中に転がった。はい、はい、入れました。イエーイ。いい音。ただですね、そこに水約200mlを入れて膨らむのを待ちます。で、ごはんさん。待ち？で、見てください、ごはんさん。はい、大変なことが起きました。何？3、4時間程度待って。いわゆるお蔵入り無理じゃない。やばい、どうしよう。じゃあとりあえずちょっと入れてもらって、3、4時間後にジャンプしましょう、私たちが。はい、はい、入れてください。3、4時間なんとか1時間でいけないかな。ないかな。なんかそんなかかるかな。私前カフェで働いてた時に、なんかちょっと子供向けのイベントでこういうやってたんですけど、もうちょっと早く膨らんだ気がするんですよね。あ、吸水ビーズ使ったことがある。あるんですよ、吸水ビーズ。だからさ、早く吸水してくれないかなみたいな。いわゆるこれがね、ぷよぷよのこのぐらいの大きさになるのを。あれでしょ？わかめをさ、乾燥わかめ戻すようなさ。まあ、そう、まあ、そうですね。あ、ちょっと大きくなってきてる。綺麗綺麗。これで十分だよね。そうですね。このままやって。そうするか。こうしましょう。3、4時間。やばいな。さっきでだいぶ。すごい。出します？いいよ。すごいすごい綺麗綺麗。もう良くない？じゃあ次はどうする？次は風船を膨らませてペットボトルの口に取り付けます。で、この時風船をねじって空気を逃さないようにするのがコツだそうです。じゃあちょっと口膨らませて。やばいな、不器用な私にはできるかな。風船じゃあ封しますよ、うわ、待って、それねじって空気を逃さない。あー、なるほどね。あんまり大きくするとあれですよね、多分。玉がちっちゃいから。このぐらい？ちっちゃいな。全然変わらない。本当はね、もうちょっと大きくなるんですよね、きっと。このぐらい？ちっちゃいから。上手じゃない？で、ペットボトルを逆さまにして膨らんだ吸水ポリマーを風船の中に入れます。水の量が多分多いですね。減らしましょう。大変ですね。あ、でもこれ多分入れてたら膨らんでくるんじゃないですか。あ、この中でね。そう。あ、じゃあ普通に作るか。そうしましょう。そうだよね、完成後にね。そうですよ、そうですよ。風船の状態で3、4時間放置してたら膨らむから。やったー。今日は冴えてる私。2つあるんだろう。でも風船2個分なのかって書いてなかった。あ、なんか予備を1枚含む。さすが冴えてる、私たち冴えてる。ねえちょっとねえ私が普段肺活量には自信ありますよ。もう一回。ねえ、ごはんさんとでさっきうまくできた。頑張るから見てて。見てるよずっと。できた。できたよ。じゃあここに逆さにすればいいですね。絶対こぼさないでね。怖いんだけどここの上でやろう。怖いこと言うこの人。絶対にうちを汚さない。怖すぎなんだけど。なんてこと言うんだこの人。チームメイトだろ。綺麗じゃん。チームメイトだろ。チームメイトにプレッシャーを。チームメイトだから。そう実際チームメイト。自分に跳ねた。お、そしてこれはどうすればいいの？結ぶしかないですよね。やばいやばい、ここで空気抜けちゃったらもう大惨事ですよ。周りにピッシャーですからね。絶対に汚さないねえ。チームメイトだから私たち。ワンチーム。お、できた。できた？できました。何これ。気持ち悪い。何これ。いや違うんですよ、本当はね。本当はこれをもうちょっとね。多分さ、この風船の色も変色してるよね。ああ。こんな汚い風船見たことない。汚いって言わないの。なんでこんな茶色。絶対このもうちょっと白とかさ。え、でもこんな色なんだ。これがね、だからこの一粒一粒がね、膨らんでいくんですよどんどん。多分3、4時間待つと。なので3、4時間後の写真は後ほど。全然違うね。全然違うでしょ。完成図ちょっと見せましょう。だいぶこんななるんですよ。100均で買えます。ちょっと知ってます。こうやってやるものなんですよ。そうそうそう、怖い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 ことする。何もないけど。何もない。あ、そう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 。そいつらがむにゃむにゃむにゃって出てきて。あ、綺麗だなって楽しむ、柔らかプニョボールだった。お客さんが3、4時間待つって伝えてくんないからね。あ、綺麗。全然私の手で見えない、そういう楽しみ方ではない。じゃんじゃん。空気多くすぎるんじゃない？いいのかな。そっか、水ってこう。多分、空気いらないんじゃない。これが大きくなれば、もしかしたら。まあ、3、4時間待ってみましょう。待ってみましょう。じゃ、ちょっと次、はい、次はですね。ボロ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 なんて、これ訳あるんですよね。これあれなんですよ。なんか前お見せした大運動会ってあるじゃないですか、白ごはの。であの日雨だったんですよね。まあ、ご覧いただくと分かるんですけれども、土砂降りでですね、大雨だったんですよ。大雨の中私大運動会やったんですけれども、その日に買い出しをしてまして、実はその時これを買ってたんですよ。で全部私のバッグの中に入れて、まあ、その上に雨が降り、まあ、大惨事ね。ね、当時からね、赤くさんにね、お使い頼まれてね。あ、そう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 、そうなんですよ。そうそう、赤くさんに電話で買っといてって言われて、すぐ電話してくるからね。そう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 、すぐね、すぐ電話だから、もうすぐだから、ですぐ書き直さないと怒っちゃうからね。電話したのにって言われちゃうわけで、そっぽって。時々ごはんちゃんも電話かけてきますよ、私。ごはんちゃんのベルトもですか？メルトモ？ごはんちゃんそういう感じなの。私メルトモ。ごはんちゃんメルトモなの私。ごはんちゃんスマホとか持ってないタイプのキャラクター。ありがとう。あ、そっか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 。そういう設定かと思った。普通に電話とかするの。あ、そうなんかするって噂。ああ、じゃあ私はちょっとまだお友達じゃないんで。そっかそっか。知らない。これからね、まあまだほら私たちも会ったばっかだし、これからね徐々にあの人たちそっからもう距離が遠いですよ。あの人たちと、はい。まあだからそんなこんなでボロボロなんですよね。で、なんかやり方が書いてあるはずなところが見てください。何も見えないんですよ。だから勘でやるしかなくて、で赤くさんこんなのやろうと思ったの分かんないんですけど。やっていこうと思います。はい。だから序盤から見えないんですよね。何を入れてるかがまずわからないんで。まず何を作るんですか、それは。これはですね、アメーバジェルっていうのを作るんです。なんか色が変化するらしくて、温めると色が変わる不思議な物体ができる。だそうです。不思議な物体っていうのはすごく不思議。なんだかよくわかんないですね。よくわかんないです。もうよくわかんない作り方でよくわかんないもの作るんです。じゃあ、はい、これ使うのかな。用意しました。はい、はい、そしたら多分用意するお水が約60mlなので、お水使っちゃったじゃん。あ、じゃあお水をちょっと私お願いします。調達してきます。はい、お願いします。カメラの前横に。あ、いいですよ。動線的にね、それしかないから。ちょっと前失礼します。はい。そう、60mlを用意して。入れた後、それなんか何もわかんないからな。こうかけ、多分この粉が謎の粉がキットについてたんです。で、このかき混ぜ棒、謎のかき混ぜ棒、アイス棒みたいな。なんかさ、実験ってさ、家にあるものとかさ、ちょっと変える、その辺で売ってるものを使ってさ。やるイメージなんだけどさ、さっきから特殊なものばっかり使って皆さん見ても何の参考にもじゃあもう見ていただくしかない。見て目で楽しんでいただくしかないです、今回は。はい、しょうがない。赤くさんもごはんちゃんもいないからね、頑張るよ。じゃあお水ありがとう、ごはんさん。入れるよ。入れたよ。見てたよ。粉入れるよ。謎のね。お、なんかちょっと実験っぽくない？入れるよ。見ててね。靴入れるよ。開かないよ。ハサミあります？ちょっとハサミ持ってきますね。助手みたいになってますね。完全に助手です。ごはんさんが助手です。でもね、ほら赤くさんの助手がごはんちゃんだからいいバランスかもしれない。ごはんちゃんで助手だったの？ごはんちゃん助手じゃないの？違うの？ありがとう。ありがとうございます。もうちょっとね、対等であってほしいね。助手？助手じゃないのか。完全に下じゃない。そっかそっか。それはちょっと認識の違いだ。入れますよ。入れたよ。見てた？臭いんだ。臭い。危ないよ。粉はそっちはダメだよね。ダメだよ。ゆうこを真似しないでね。で、多分かき混ぜる。混ぜるだけ。でもね、これによると、5個手順があってまだ2なんだよね。でも3可愛い子全く見えないんで。やばいな、もう用意するものないですよね。全部使いました。これが固まるのを混ぜるんじゃない。まさか3、4時間とかやばいです。何？怖いよ。頑張れ。大きい様子を様子を見る。時間をかけそうな雰囲気はない。あ、沈んじゃった。かき混ぜ棒沈んじゃった。なるほど。水分すごいもんね。ですよね。それがこう伸ばせるスライムみたいな、なんか粘土みたいな。じゃこれまた置くんじゃないですか？3、4時間。置くか。置いた後の完成品がこちらです。はい、見せた。今見せた。途中に挟むの。終わったんじゃないんだ。終わってない。これかけ混ぜって完全に液体ですもん。ほら。混ぜるとか、あったらどうする。卵混ぜてる混ぜましたよ。完全に。冷蔵庫に入れます。すごい美味しそうな。閉じ込めることができます。何閉じ込めるって。閉じ込める？他にないですよね。もう3と4が5はもう出来上がってるんです。3と4がね、一切わかんない。出来上がりのところしか手順が見えない。意味なし。しゃべりの日に買い出ししたんだ。あ、ちょっとごめんなさい、もうわかんない。お手上げです。お手上げです。様子を見ましょうか。はい、様子を見ましょう。はい、では一旦これでこれ見て。赤くさんの教えて赤くさんのコーナーを終わります。何も教わってないけど電話一本でパプチとご飯がやるとこうなるっていう結果をお分かりいただけたっていう。あ、やっぱ赤くさんがいないとダメだっていう。あ、そう赤くさんが必要。私たちにはご飯ちゃんもねご飯ちゃんもね、もちろんご飯ちゃんもね。ちょっと膨らんできたんじゃないですか。ちょっとさっきのそんなことないか。じゃあ終わりましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さて、時間が経ちまして、はい、先ほどの、スライムと風船がどうだったか、ということなんですけど、まずスライム見てください。固まりました。やった。本当だったんだ。ね、本当でしたよ。ちゃんと固まりました、これね。じゃ、どんなもんですか。はい、いきますよ。アメーバって書いてあったけど。結構柔らかい。そう、柔らかいんですよ。しっとりしてます。すごく。ね、手につくかと思いきや、全然大丈夫な。アメーバだもんね。うん。気持ちいい。これ温めるとあれ色変わるらしいんですよね。温めてます。人差し指の熱をすべて持ってかれて私も今の時点で手冷たいからダメかもしれない。どうかな。終わった。全然変わんないけど体温が足りないのかな。あ、こっち、この辺持ってたところが変わってきた。あ、すごい。何色？たくちゃ、この風船の紹介して。あ、風船がですね、ほら見てください。大きくなった。うにゅーって。うにゅーって。ほら。いや、もう不思議ですよ。全然違うね。めっちゃ気持ちいい。そう、全然、もうこのぐらい。もうちょっと大きくなるのかな、もしかしたら。どこまで大きくなるのかちょっとわかんないんですけど。ね。すごい。うにゃうにゃ。空気いらなかったですね、これね。うん。ふよってできない。あれですね、よくなんか最近こういうアロマありません？こういうの入ったやつ。瓶詰めの。ない？知らない？フレグランス。フレグランス。なんか家に置くフレグランスで、これがね、このぷよぷよがね。消臭ビーズじゃないの？とね、消臭ビーズよりね。出す方？もうちょっと大きいですよ。このぐらい、本当に。消臭ビーズなんかもうちょっとちっちゃいじゃないですか。ぷよぷよだけど。いろんな大きさあるんじゃないですか。見てほら、変わってきた。あ、変わってきた。ちょっとわかりにくい。下の方がこうピンク色に。ピンクに変わるんだ。そうですよね。わかりにくいから。まあ、色変わるのが不思議って話なんですけど、まあ気持ちいいからいいかなっていう。うん、あ、気持ちいい。はい。あ、気持ちいい。あげる。いらない。あげる。怖いねこれ。今日これ全部ごはんさんち置いてくる。いいよ、全部捨てるから。ああ、ひどい。せっかくこんな頑張ってして。一応成功っていうことで。そうですね。実験成功。何の実験だったのかよくまだ分かってない。確かに。なんか解説持ってたけど、そう。何の役にも立たない実験。でもね、多分解説が役立つんですよね、きっとね。なぜそうなるのか、ね、そうそうそう、なぜそうなるのかが大切なんですよ、多分実験って。この何とかと何とかがくっついてみたいな、何反応が起きたのかとか、そういうことですよね、多分。一切ないね、情報が。結果気持ちいい、気持ちいい。はいはいということでした。はいはい、以上、アクアクさん教えて、アクアクさんのコーナーでした。はい。アクごは。アクごは100番勝負。元気だね。元気ですよ。勝ちますから、今日は。モチベが高いですから。験担ぎしてきましたから。験担ぎ何してきたの？験担ぎ、朝起きて顔を洗う。いつも洗ってないんですか？洗ってるんですけど、今日は気合を入れて顔を洗ったので、それを験担ぎ。気持ち、こういうのは気持ちだから。本当はね、カツ丼食べたかったんですよ。うん、よく言うじゃないですか。うん、合格祈願、うん、カツ丼食べて、うん、でそれできなかったので。なんでできなかったんだろう。カツ丼がなかったか。でも本当に食べる気でいたの？うん、そっか、うん、残念だったね、それは。でしょ？うん、うん、いたわって。うん、残念だったね。いたわってくれた、うん、ありがとう。でもね、気持ちだから、こういうのは。今日私は勝ちますよ。どうなの？どうぞ。なんで？勝てるもんなら勝ってみなさいって話ですよ。お、ちょっと乗ってきたな。これはやってやろうぜ。よし、リーダーになるぞ。おー、無理やり、無理やりだよ、ごはんさん。無理やりだよ。リーダーになるぞ。なるぞ。よし。たびたびは釣れそうな設定。リーダーになるぞ。リーダーになりたくて戦ってるからね。そうですよ。リーダーになりたいです。モチベが高いですよ、もともと。ただ今日はひときわモチベが高い、私は。ええ、ということで、じゃあ今日のやることなんですけれども、今日の種目こちらです。はい、テーマしりとりです。しりとりのテーマですけれども、はい、まあこれね2勝先にした方が勝ちなんで、うん、まあ一番多くて3回戦あるんですけれども、1戦目のテーマ、はい、何ですかごはんさん。テーマは食べ物。イエイ。どうでしょうか。お、食べ物いけるんじゃないこれは。はい。ちょっと。何これ。肩回しとくと使わないけど肩。形から入るタイプ。肩回しとく勝負だから。あんまり回ってないね。回すのはいいんだけどさ。食べ物以外のこと言ったらそれも負けってことですね。はい、もちろんそうですよ。そうですよね。くそー。これ頑張ればいけんじゃねっていうものもなし。そこはじゃあ競技し。あ、じゃあ競技。オッケー。じゃあちょっとリズムに合わせていきますよ。はい。最初の文字は。なんだ。ご飯はちょっと運がついちゃうからじゃあ「あ」でいいんじゃない？あで、のあで、あ、ありがとうございます。じゃあ「あ」からいきますね。私でいいですか？最初じゃんけんしようか。じゃんけんしよう。じゃんけんぽい。じゃあ「あと」がいいです。だよね。そのままやらせればよかった。あとがいい。気づかない。優しかった。優しい提案をいただいたので、私は後にしますね。ね。はい。行きましょう。せーの。雨。メダカ。待って待って待って。待って待って待って。待って待って。メダカ。確かに。食べ物ですよね。やばいやばい。これ私ダメかもしれない。だって頑張ってればメダカも食べれますよね。なので。ダメ？恐ろしい。最初の文字はどうしようか。じゃあご飯のご。ご。先行こうこう。あ、違います。こうこう、はい。最初のぐ。もう考えてるでしょ。先にしよう。やばい。やばいぞこれは。怖い。気づいたんだ。先の方がいいって考える時間。もう行くよ、もう行くよ、始めるよ、はい、行きますよ。せーの。ごま。まんじゅう。うどん。嘘。え、嘘。わざとじゃないの、わざとってくらいめっちゃはっきり言ったけど、うどんって。あい、アウト。どうして。牛って言いそうになって。頑張って切り替えたらうどんすんごいハキハキと元気に、今日一ハキハキ元気に言いましたけどね、今日一元気に間違えました。牛でよかったな。うん、いやまあまあそうですね。オッケーしてたかも私牛でも、まあうん、牛だなって牛肉だしな。うん。でも私の勝ち。ああ残念。じゃああと1回私が勝てば終わりということですね。前向きだね。前向きですよそれは。じゃあ次の文字は、次のテーマはじゃあ生き物。生き物テーマ、はい、生き物テーマでいきましょう。はい。じゃあ最初の文字は「あ」にします。あにしますか。あ、靴だ。靴のはね、うん、どっちがいいですか。選ばせていただきました。勝者の余裕。さっきですよね。あですよ。はい。いきますよ。せーの。アシカ。カラス。スズメ。メダカ。カエル。ルービックキューブ。いや待ってください。カエルの時点でちょっと危なかったじゃないですか。リズムがね。リズムがね。まあいいでしょう。勝者の余裕。ルービックキューブで負けにしてあげます。生きてるように動くじゃないですかいつもね。動かしてる。そっか。でも最近あるんですよ、ロボットで、なんかこうルービックキューブ型のロボットでこう勝手に動いて自分の色面揃えるみたいな。まあでもロボットは残念ながら生きてないね。ルってあります？なんか生き物。ルなくないですか？生き物でルから始まる生き物ないかもね。ね、すごい。ルから始まる生き物いたら教えてください。教えてください。はい、確かに思いつかないね。じゃあ次最終戦、はい、決勝戦。やばい、緊張する。私緊張に弱いんですよ、こういう。どうしよう、テーマ何しますか？テーマももうないよね、うん、じゃあ場所、うん、何でもいい。場所なら何でもいい。遊園地とかでもいいし、駅名でもいいし、なんか国名でもいいし。難しいね、うん、はい、はい、場所と呼べるところまで行きましょう。はい、最初はじゃあどうしようかな。どうでしょうのど。はいどうどど、はい、どっちがいいですか？あと私、あとなんてことだよ。思いついたでしょ、だって。うん、思いついた。それ発表しようよね。じゃあ、よしなきゃね。いきますよ。せーの。ドイツ。はい、勝ち。嘘でしょ。つだよ。早いってこれ。早くない。じゃ、これなしでやります。もうでも勝ちましたから。うん。勝ち。つなんてないよ。津島とか。あ、津軽。またルー返せたのに。ルーマニアとか返せた。あるか。うん、普通にやってみますじゃあしりとり。うん、やだ疲れた。頭痛くなっちゃう。なんでだよ。脳のキャパ。もっと大きいでしょ。頑張ったよ今日。頑張ったね、ごはんさん頑張ったね。エンディングまで持つかな。ね、また今回の勝負は阿久津の勝ちということで。イエーイ。まあね、験担いで顔洗ったのが良かったですね。いつも洗ってるけど。気持ちいいですよこういうの。気持ちやっぱりね。そう、気持ちいい。リーダーの思いがね。そう。リーダーになりたい。チョキン。私も疲れてきちゃった。終わり。一人で疲れるってなかなか。本当ですよ。まあこれは後半だからね。はいはい。というわけでありがとうございました。ありがとうございました。あくごは。はい。ということで、エンディングです。なんかいつもエンディングの始め方わからないんですけど、これでいいんですかね。エンディングですって。ちょっとよくわかんないですけど。はい。もうやっぱごはんたち居心地いいですね。なんか私はすごいリラックスしちゃって。います今。ね。まずいね。まずいですね。ちょっとシャンとしないと。リラックスしてる時の阿久津は非常に、ただでさえやばいのに非常にやばいです。この辺がやばいと思います。どの辺？あ、でも自覚があるんだったら大丈夫。優しいね。まずは優しい。阿久津に甘いです、ごはんさんは。それでいてください。激甘でお願いします。そう、自分で厳しくしていくスタイルにするんで。そして私は。はい。ということでね。今日もいろいろありましたけどね。はい、ありましたね。ちょっといろいろやりましたね。実験がな、予想外だったな。3、4時間待つってね。びっくりしちゃった。ね、その辺は書いてなかったからね。ね、そうなんですよ。うちお電話でもなかったからね。お電話でもね。お客さんからも3、4時間って言ってほしかったんだよね。ね。まあね、いいでしょ。いいでしょ。はい。お客さんたちには今後。お礼をたんまりもらって急に生々しい話。何欲しいですか？何もらう？私、酒おにぎりがいいです。ごはんちゃんにおにぎりもらうのちょっと怖くない？とも食い？確かにとも食いになっちゃうからね。ごはんちゃんの前でおにぎり食べられないよね。あ、確かに。パンにしますか？パンにしよっか。パンにしましょう。ね。パンもらおう。カレーパンにするじゃん。カレーパンにしよう。カレーパンがいい。カリッカリのやつ。ね。揚げたてのやつがいい。揚げたてにしよう。それをもらってトントンウィンウィン。生々しいんだよね私髪型変えようと思ってて、エンディングでする話は別にないんですけど髪型変えたい。そういうとこちょっとついていけないんですすいませんはいでどうするんです？髪型をね変えたくて、たまにはね、うん、私ここまで伸ばしたことないんですよ。私めっちゃ跳ねてるそれは跳ねなんですか？跳ねファッションじゃない。こういう流れ、あ、ごめんね、うん、いいんです。エンディングでそれに気づくのも面白い自然ですよ。だから髪の毛をねここまで伸ばしたことないから、うん、いろんな髪型に調整したいんですよ。それこそ夜会巻きみたいなやつとか夜会巻きかな、くるりんぱみたいなのあるじゃないですか、こうハーフは、うん、ちょっと違う感じで、はい、今後はお届けできたらな、髪型でも遊べたらなと思って、あ、それに合う髪型があったら教えてくださいなんで笑ってんだろうね一人でね一人でね、こうごはんさんニヤニヤしちゃって何言ってんだろうとなんかごはんさん喋ってくださいよ。いやでも跳ねてるから終わらせたいんだよじゃあ終わらせよっか。直したい終わった後に直すのこれ終わった後に直すの。もう良くないですか？終わったら分かんないけど。じゃあいいよ、いいんかい、いいのかい、いいんですって。ということで今週もこの時間のお相手はあくつとごはんでしたまたねー。